ポーティスヘッドは、イギリスの音楽グループ。1991年に、ブリストルで、ボーカルのベスギ・ボンズと作曲担当の、ジェフ・バーローによって結成され、後に、ギタリストのエイドリアン・アトリーが加わりトリオとなった。バンド名は、ジェフが育った、サマセットの田舎町、ポーティスヘッドに由来する。マッシブ・アタック、ラム、トリッキーなどと並び、ブリストルを発祥の地とする。 トリップホップの先駆者として知られ、ファーストアルバム、ダミーは350万枚、セカンドアルバム、ポーティスヘッドは200万枚のセールスを記録する、大ヒットとなった。1991年、ブリストルにて、ベスギ・ボンズとジェフ・バーローにより結成される。バンド結成以前、ジェフは、レコーディングアシスタントとして働く傍ら、自分の作るトラックにメロディーをつけて歌ってくれる。 ボーカリストを探していた。一方、ベスは、ブリストルのパブで、ブライアン・アダムスのカバーなどを歌い成型を立てていた。ベストで会ったジェフは、こんな暗い音楽に歌を乗せてくれる人がいるとは、思わなかったと感激。その後、ギタリストのエイドリアン・アトリーが加わり、ファーストアルバムの制作が開始された。ジェフとエイドリアンは、ポーティスヘッドが結成される以前から顔見知りであったが、 ベストエイドリアンはレコーディングが開始されるまで全く面識がなかった。エイドリアンは当時のベスについて彼女の人見知りは異常な域に達していたと述べているが次第に彼もベスのシンガーとしての才能に気づき互いに打ち解けていった。1994年ファーストアルバムダミーを発表。マーキュリー賞をはじめとした音楽賞を受賞し各メディアから幅広い支持を得た。 また、日本を含む世界各国でミリオンセールスを記録。これはメンバーのみならず、レコード会社関係者の予想をもはるかに上回る数字だった。世間からの過剰なまでの歓迎、そしてこのダミーを超える作品は彼らには作れないだろうといった批評家からの言葉などがプレッシャーとなり、ポーティスヘッドは音楽制作を一時中断。プロモーションやインタビューで、 精神的にバランスを崩したベスは今後一切のインタビューを断ると宣言。彼女にボーカルを辞められたら困るという理由でインタビューにはジェフが応じるようになる。この間、トリッキーが無断でボーティスヘッドの曲をサンプリングして自らのトラックに使用し、両者間の関係が悪化するなどのトラブルもあった。3年間の沈黙の後、1997年に ニューヨークで大規模な復活ライブと記者会見を行う。記者会見になるとベースは一言も喋らずにその場から姿を消した。同年には13ヶ月かけて制作された3年ぶりのセカンドアルバムポーティスヘッドをリリース。本作も大ヒットを記録し、アルバムは前衛アルバムチャートで2位、ビルボードを200で21位を記録。アルバム発表後は、 世界ツアーを行い、各国でフェスティバルのヘッドライナーを務めた。また、7月にニューヨークにてニューヨークフィルハーモニックを従えて行ったライブは、翌1998年にローズランド NYC ライブとして VHS と CD で発売された。なお、このツアーには日本公演も含まれていたが、直前にベスが体調を崩したことにより中止となった。 ツアー終了後は長い充電期間に入る。ベスはソロ活動を開始し、ジェフやエイドリアンまたアーティストのプロデュースやコラボレーションを行う。単発的なライブやコンピレーションアルバムへの参加を除いては、ポーティスヘッドとしての活動は凍結状態となった。2008年2005年1月、活動を再開し3枚目のアルバムの制作に着手したことを発表。 2007年10月に制作の最終段階に入ったことが発表され、12月には久しぶりにフルセットでのライブを行い、新曲を4曲披露した。2008年4月28日、実に11年ぶりとなるサードアルバムサードを発売。リリースに合わせてヨーロッパツアーが開始され、都市部お酒郊外にある小規模の会場でライブが行われた。その後、 バンド側はアルバムをサポートする大規模なツアーは行わないことを表明し、アメリカ、オーストラリア、アジア等でのライブは行われなかった。2009年12月10日には新曲、チェイス・ザ・ティアーをリリース。このシングルは国際人権団体アムネスティ・インターナショナルから配信され、収益はすべて同団体に帰属することになった。2010年のインタビューでジェフ・バーローは 同年夏にも新作アルバムのレコーディングを開始する予定であると述べる。しかし、同年秋には新作のレコーディング開始は翌年であると報じられた。ポーティスヘッドの音楽はトリッキーなどと共にトリップホップの文脈で語られることが多い。しかし、当人らはこのジャンルに入れられることを嫌悪しており、トリップホップはヒップホップの基本も理解していないような人間が、 作ったもの。トリップホップというカテゴリーに入れられて売られている。音楽はすべてクズだと思うね。聞いてると嫌な気分になると、ヒップホップミュージックから強い影響を受け育ったジェフは語っている。ありがとうございます。